サウンドロケッツ TV 工事隊長でございます。皆様いつもご覧になっていただいてありがとうございます。本日はですね、ストラトの似合うギタリスト海外編ということでやっていこうかなと思っております。ストラトキャスターというのはね、フェンダーが作ったギターでございますけれども、フェンダー社に限らずいろんなメーカーで、ストラトシェイプっていうんですかね、ソロイストとかも含めてね、ストラトの形をしているギターを使っているこのギタリスト、この中で、似合ってるなとかかっこいいなとか憧れちゃうな真似したいなというような方をですね、私の独断と偏見で、5人ほど決めちゃおうかなと思っております。なおかつね、メタルギタリストに、限るみたいな感じでね、海外のね、今日はそういう感じでやっていこうと思うんですけど、メタルハードロックで言えば、ストラトキャスターが似合うといえばですね、エドワード・バンヘイレンだったり、リッチー・ブラックモア、イングベイ・マルムスティーンとかね、たくさんいらっしゃいますけれども、今回その方たちはですね、私は入れておりません。あくまでも今回はね、本当にさっきも言いましたけれども、似合ってるなとか、真似したいなとかっていう自分が思っているギタリストということでやっていこうかなと思います。サウンドロケッツ TV ではヘビーメタルバンドやギタリスト、 CD の紹介、バンドのライブやインタビュー、ギターに関することなどを中心にヘビーメタルを愛する皆様に向けて発信しております。ご興味のある方はチャンネルの登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ではまず1人目のギタリストでございますけれども、ラットのウォーレン・デ・マルティーニでございます。さっき言ったね、似合ってるなっていうのとかっこいいなっていうのと真似したいなっていうの、これ全部入りの方でございますね。私にとってウォーレンというのはね、あまりにもですね真似したすぎてですね、私ウォーレンが使ってたパフォーマンスのヘビ柄のギターあるんですけども、あれ買っちゃいました。はい、こちらの動画ね、ヘビ柄兄弟ということでですね、私2本ですねヘビ柄のギターを持ってるんですけど、皮がね貼ってあるやつね、ペイントじゃないですよ、本当の皮が貼ってあるやつなんですけど、それ2本持ってるんですが、そのうちの1本が、パフォーマンスの、ギターでございまして、ちょうど今ね私のこの頭から生えてる、ここに見えてるこのネックのギターが、パフォーマンスの、ウォーレンモデルといいますかね、ヘビ柄のギターでございます。ちょっと今お見せしますのでお待ちくださいね。はい、今ね後ろから撮りましたけれども、こちらでございますけども、どうすかこれ見てください、これこのかっこよさねえ。ウォーレンってねいっぱいいろんなペイントのギターとかもありますし、ヘビ柄だけじゃないんですけど、前はこうやってヘビ側が貼ってあるので、後ろの方にパフォーマンスのねロゴが入っているという状態でございますね。かっこいいね。もう皮ですからダラ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 してますけど、はい、このヘビ柄ももちろんそうなんですけど、本当にいろんなペイントのねウォーレンのギターっていうのはあるんですよね。 LA メタルって当時もうペイントされてるギター使われてるギタリストって多かったですよね。そんな中でギターももちろんかっこいいんですけど、ウォーレンが一番かっこいいなと思うのは私はステージングでございます。まだね今みたいに YouTube とかないですから、当時はね、PV が流れたらもうこうやってどうやって動くんだろう、こうやって真似してね見て、こうやってかっこいいなーなんつって、見ながら研究して動きをね真似したりしましたけれども、はい、ラットの曲で「レイトダウン」っていうね曲の PV あるんですけど、イントロのねところでこう映るんですけどね、ウォーレンが弾き方が超かっこいい、あれがウォーレンって感じしますよね。すごいかっこいいです。ちょっと細身じゃないですか、レスボールとかから比べるとね、ストラトって。だから細いウォーレンにこの細身のまたねストラトがよく似合うなということで、1人目はウォーレンでございました。2人目はですね、アイアンメイデンのデイブ・マーレーでございます。私最初にアイアンメイデンのコピーから入ってるんで、もうデイブ・マーレーのギターはいっぱいコピーしたんですけれども、ギターを弾き始めてそこでコピーしたものですから、そのフレーズとかがこう私に染みついてしまってですね、ちょっとギターフレーズペペペってなんか弾こうかなっていうと大体デイブ・マーレーになっちゃうっていうのが私でございますね。はい、こちらの動画、私が初めて、購入したギターのね、動画作ってますけれども、それがこの子でございますね。現在はメディアで、使っているんですけど、このギターはねこれいろいろ改造してあるんで、ボディぐらいしかもう当時のねものは残っておりませんが、この黒いボディにこの白のピックガードっていうことでね、デイブ・マーレーに似てるなってことで、最初はそういうつもりで買ってないんですけど、デイブ・マーレーに似せたくてですね、3シングルだったのをハンバッカーつけたりとかいろんなことして、作ったギターでございますね。で今ねEMG のピックアップついてますけど、昔ですねマグナムのローディアした時にジミーさんに弾丸のピックアップをもらってですねリアにつけてたんですけど、そのピックアップもいかれちゃってすごいいい音だったんですけどね、もう悲しかったんですけども仕方がないということで、はい、今は EMG になっております。ちなみにですね、スコーピオンズのギタリストのねマティアス・ヤプスご存知ですよね皆さんね、イメージとしてはね彼のギターっていうのはエクスプローラーっていうイメージあるかと思うんですけど、ストラトね、黒のねストラトでもう傷だらけのすごいかっこいいのを弾いてるとこがあるんですよ、はい、でそれに憧れてネックはこういうものに変えちゃったんですけど、ね、ローズだかエボニーだかわかんないですけど、こういうちょっと黒い指板っていうかなのを使ってるんですよね。なんで私もそっちの方が絶対かっこいいなと思ったんで、これももともとはメイプルネックだったんですけどこういうものに変えました。見た目重要ですから、ロックですからね、はい。今ももちろんそうなんですけども、デンマーレの金髪のロン毛にね、ストラトが似合うなということで、似合うなと思うギタリスト2人目はデンマーレでございました。はい、3人目のギタリストでございますけれども、メタリカのカーク・ハメットでございます。もうカークが使ってるねギター ESP のね激渋のやつ超かっこよくないですかあれ。ESP さんに何度も足を運んでるんですが、店舗に置いてあるんですけど、もう見るたんびにこのため息ですよ。持って帰っちゃおうかなこれみたいな感じで、めちゃくちゃかっこいいんですよね。他にもねストラトペイントされてるものとかいっぱいカークハメットって使ってると思うんですけど、私的にはこのね真っ黒でちょっとステッカーとか貼ってあるボロボロになってるやつね、これが一番かっこいいかなと、はい、思っております。でさっきから持ってますけど、こちらはですね ESP さんの M2 というね、ストラトシップのモデルでございますけれども、こちらも私使用しておりますが、こちらの動画、はい、このねギターの音出しとかいろいろやってる動画なんですけど、やっぱねソロイストタイプなんで普通のストラトよりもちょっとね細身のシェイプになっておりまして、本当にかっこいいなと思うんですよ。ちょっとねこの辺とか俺傷つけちゃって、傷つくのは全然いいんですけど、ちょっとまだ借りてる状態なんでね、ごめんなさい、すいません、はい、かっこいいねこれもね。でこれはねその動画でもお話してますけども、フローティングしないようにこうやってね ESP さんのやつのこうつけてここが動かないようにダウンしか、アーミングができないように私はしております。ドロップ D とかにもするんで、はい、チューニング狂わないようにそうやってやってます。かっこいいでね、これメンバーから言われたことがあったんですけど、これをね弾いてる時になんか似合う似合わないの話じゃなくて、なんか細く見えんねみたいな、ギターが細いからなんですかね。だからストラトを持つと細く見えるかもしれないという効果がないかもしれないですけど、もしかしたらストラトを持つと細く見えるかもしれません皆さん、ね誰が持ったってストラトっていうのは大体似合いますけど、そのカークのねオーラといいますか、ギターからもなんかオーラが出てるというかね、すごいですけれども、私もそんなギタリストになりたいななんて思う今日この頃でございます。3人目はカーク・ハメットでございました。ストラトの似合うねギタリスト4人目でございますけれども、ヌーノ・ベッテンコートでございます。このねヌーノに関しては真似したいなとかうんぬんというよりも、もう本当に憧れですね。かっこいいっていう系です、はい、真似できないですよねエロさ、良い意味ですよ、良い意味でのエロさ全開じゃないですかヌーノってね。サラサラのヘアスタイルでめちゃくちゃかっこいいっすよね。ヌーノの場合はストラトシェイプというよりは、ワッシュバーンのですね、N4 という、オリジナルのモデルですけど、形的にはこういうねストラトの形をしているので今回入れました。でこの N4 ですけれども、バズ・フェイトンチューニングシステムというものが採用されておりまして、ギターバットはちょっとネックを押さえた時に、若干チューニングってずれたりするもんなんですよ。押さえすぎたりとかするとね。でそういうのを安定させるようなシステムだそうです。だから和音とかもその綺麗に聞こえるというシステムでございますね。それとですね N4 はもう一つ特徴がございまして、ステファンエクステンデッドカッタウェイというですね、特殊なカッティングというかボディの形状をしておりますね。ハイポジションが非常に弾きやすくなるようにジョイントされてるといいますか、ネックのところ後ろのところなのかな、普通のジョイント方法だとちょっと弾きにくいところをカットしてあって、特殊なつなぎ方をしてあるんですけど、でヌーノの場合ってすごい低くちょっとねギターを構えてるんですけど、それでもね非常にハイポジションが弾きやすいということだそうでございますね。ヌーノのねギタープレイというのはもう本当にリズムがものすごい正確に弾かれるので、ハイポジションでね弾く時にももうそれ打楽器ですかぐらいこうタカ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 戦って引くんです彼ってね。すごいかっこいいんですけど、それがでもそのジョイント方法を使ってカットしてあることによってですね、高音源といいますか、このハイポジションでも非常に弾きやすくなっているということでございますね。でこの N4 ですけれども、塗装がされていない場合が多いそうなんですね。これなんでかというと、塗装するとなんかちょっと音が変わるとか、そういうこだわりもあるみたいなんですけれども、それによってですね、私の大好物の汚れる傷がつくっていうね、素晴らしい効果を得られるギターなんですね。味なんですよね、傷っていうのは。あ、傷ついちゃったとか思っちゃダメなんです。味なんですよ。これがこうギターの歴史と言いますかね。あの時こんな傷つけちゃったっけななんて思いながら、ギターを見ながら酒を飲む、これが最高なんですよ。そもそもナチュラルの感じがかっこいいですよね。木目が見えてね、そういうのかっこいいなと思います。でこの N4 ね、もちろん塗装されてないのとかあるんですけど、蛇側を張ったやつが1回出たんですよ。でやっべ、これ買っちゃおうかなと思ったんですけど、もうね高い、当たり前です。これも高かったんですよ。高いんですけど、やっぱねちょっとさすがにローンを組むのは無理だなと思って、その時は諦めましたけれども、めちゃくちゃかっこいいですよね。そのヘビ柄も含めてね、N4 っていうのは本当にヌーノに似合ってるすごいギターだと思いますし、ヌーノ自身がね、めちゃくちゃかっこいいギタリストだなと思います。はい、ラスト最後ね、5人目なんですけども、やっぱりねストラト似合うと言ったらジェイク・イリーかなと思います。もう俺の中でジェイク・イリーイコールストラトって感じですね。他のギター持ってるのも見たことありますけど、やっぱストラトが一番似合ってますよ、ジェイク・イリーにはね。体の一部っていうか、ジェイク・イリーが別に街中ギター担いで歩いてても何の違和感もないみたいな、そのぐらい本当体の一部に見えるぐらい、はい、似合っておりますね。こちらの動画、ジェイク・イリーのね、動画も作っておりますので、ご興味のある方はご覧になっていただけると嬉しいです。こちらのね動画でもお話ししておりますけど、基本的に私ですね、後ろにも見えてる通り、ピックガードがない方が俺ストラトは好きなんですよ。フェンダー系のねオールドとかはね、ピックガードついてるのがかっこいいなと思いますけど、ピックガードを外すっていう選択肢割と俺は多いんですけど、ジェイク・イリーのギターに関してはね、白のボディに黒いピックガードじゃないとちょっと嫌なんですよね。これ不思議なもんで。これなんでかなって思ったんですけど、それでね見慣れてるっていうのは当然あるんですが、もうジェイク・イリー自身がかっこいい、だから何持ってもかっこいいで、ピックガードついてるのは俺あんま好きじゃないけど、それでもジェイク・イリーが持ってるからかっこいいなっていう風に、頭の中が変わっていくと言いますか。なのでさっきからジェイク・イリーに関してはね、かっこいい似合ってるしか言ってませんけど、もうそれしか言えないです。そのくらい本当にね、彼自身ももちろんかっこいい、プレーもかっこいい、ギターもかっこいいということで、最後はジェイク・イリーということで締めたいと思います。冒頭にもお話しましたが、ストラトキャスター似合う方はたくさんいますし、ストラトキャスター使ってる方多いですよね。ストラトボディもね使ってる方多いですね。スリップノットのねミック・トムソンとかもすごい似合ってるし、ジョージ・リンチなんて言ったらねめちゃくちゃかっこいいですよね。とってもストラト本当に似合ってますよね。やっぱりさっきのジェイク・イリーの話じゃないですけど、こうイコールになるっていうのは素晴らしいなと思うんで、俺はもうねいろんなタイプのギター欲しくなっちゃう派なんで、浮気症なんですけれども、この人といったらこのギターみたいなのもねちょっと憧れるので、工事といったらこれだよねみたいなのができたら嬉しいなと思うんですけど、きっとあれも弾きたい、これも弾きたいっつっていろんなのをね最終的には弾いちゃうという、ダメな男でございますね。ですのでね、他にもストラトの似合うギタリストっていうのはたくさんいると思いますので、コメントの方で俺こいつがいいと思うぜみたいなのがあったら、コメントぜひよろしくお願いします。本日は以上でございます。面白かったなとかまた見てもいいよという方はですね、チャンネルの登録をしていただけると非常に嬉しいです。いいねやコメント、お便りもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまたね。